敵なお正月をお過ごしになられたんですね。では今日も元気に血変わらないです。今日最も良い運勢なのはお羊座のあなたです。苦手だったことを克服し成果を発揮、自分の得意なやり方で挑戦してみてください。ラッキーパーソンは珍しい名字の人です。3位の獅子座の人は本番に強い日になりそう。適度な緊張感でアタックしてみましょう。6位の水瓶座の人はやるべきことの効率アップ、即実行が鍵になりそうですよ。続いて9位の魚座の人は自分の容量の悪さを実感、遅くてもミスを最小限にしましょう。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、牡牛座のあなたです。急な用事で予定がどんどんずれそう、約束に遅れそうなら早めに連絡してください。でも大丈夫、そんな牡牛座の月を回復させるラッキーメニューは麻婆豆腐です。これ